昨日の話聞いてたでしょ。里帰り出産で長男夫婦が帰省するから、お前の荷物庭に出せ。はい。あんたにはどうせ子供はできないんだ。息子の仕事を手伝うわけでもないし、それなら部屋を開けるくらいはしてもらわないとね。家賃55万払ってるのに、もういろいろ考えるの面倒くさいな。私は姑と同居しているのだが、義兄夫婦が帰ってくるから姑は私にこの家から出て行けと言う。姑に義兄夫婦、それから夫、この家には問題が山積みだ。これまで何とか円滑にやっているように立ち回ってきたが、あれこれ考えるのが面倒になってきた。もう考えることをやめよう。わかりました。出て行きます。さすがに荷物を庭に出すのはできないので、後日取りに来させていただきます。出て行ってくれるのね。ありがとう。助かるわ。私は喜ぶ姑を無視して荷物をまとめて家を出た。玄関を出て7秒後、私はスマホを取り出して不用品回収業者に連絡した。考えることをやめた私の行動は誰にも止められない。私はアキコ、40歳で IT コンサルタントとして仕事をしている。夫のトモヤも40歳で飲食店を3店舗も経営している個人事業主だ。私たち夫婦は40歳といい年をしているので、周りから結婚生活が長く、子供の一人や二人いるだろうと思われることが多いが、実は新婚である。私も夫もずっと仕事人間として生きてきたので、この年になるまで結婚しなかった。私は40手前で独身という状況から結婚は諦めていたのだが、仕事帰りにふらりと夫のバルに寄ったことで考えは変わっていった。うちに来てくれるの初めてですよね。ええ、そうです。前々から気になってたんですけど、お店がおしゃれだから一人ではなかなか入りづらくて、でも今日は仕事を頑張ったので自分へのご褒美のつもりで思い切って入ってみたんです。そしたらカウンターがあって、ぼっちにも過ごしやすくて安心しました。うちは一人で来られる女性も多いので、これからは気軽に来てくださいね。カウンターの端に座った私に夫は笑顔で話しかけてくれた。この時の夫の対応は、新規顧客を捕まえるための営業だったことは分かっている。しかし40近くになって気軽にご飯を食べに行けるような知り合いがいなくなっていた私にとっては、接客と分かっていても嬉しい対応だった。夫のお店に居心地の良さを感じるようになった私は、それからよく通うようになった。常連となった私は、当たり前のようにカウンターの端に座るようになり、夫が食事をする私に話しかけることも当たり前となった。 IT コンサルってどんな仕事するんですか？企業に IT の導入したり、戦略立案したりですかね。飲食店に関わったこともありますよ。その時は人件費の削減や作業の効率化のために、タブレットからタブレットで注文できるシステムを提案しましたね。ああ、最近よく見かけるやつですね。あれってどのくらい費用が必要なんですか？そうですね、この店舗の規模だとこのくらいは必要ですかね。いや、無理無理。さすがに個人店でそれは払えないわ。私がスマホの電卓アプリに数字を打ち込んで画面を見せると、夫は激しく首と手を振った。夫は好奇心旺盛で、私と会話をしていて知らないことがあると子供のようにすぐに食いついてくる。こうやっていろいろな知識を吸収しながら自分の仕事で活かせることを探しているのだろう。楽しく会話をしているだけのように見えて、実は仕事に熱心な夫に
私は少しずつ惹かれていった。また夫も私がバリバリと仕事をするタイプの人間だと知り、好感を持ってくれた。いつも僕は仕事しながらでゆっくり話せないから、今度一緒にご飯食べに行きません？飲食店経営者にご飯に連れて行ってもらうという機会に、私はウキウキして即答で行きたいと返事をした。本当は夫に誘ってもらったことが嬉しくてウキウキしていたのだが、40手前で乙女のようなことを言うのは恥ずかしいので、そういうことにしておく。夫はその一日だけでなく、それからも時々ご飯に誘ってくれた。大人の男女が頻繁にご飯に行くようになれば、恋愛へと発展していくのは自然なことだ。私たちは付き合うようになり、交際から2年後に私たちが40歳になったことをきっかけに結婚することとなった。40歳で花嫁姿を晒すのは恥ずかしいので、私は夫に頼んで結婚式はなしでフォトウェディングだけにした。結婚後、私は一人暮らしをしていたマンションから夫の家に引っ越した。夫の家は高級なエリアに立つ庭と駐車場付きの3階建て住宅だ。家賃は55万円もするらしい。夫はこの家に母親の清美さんと2人で住んでいた。結婚していきなり姑と同居なんてありえないと思う人もいるだろう。しかし私は40歳なので、あまりそういうことは思わない。また姑は70歳で、義父はすでに他界しているので、同居は必要なことでもある。そのため私は夫から姑との同居を提案された時、即答で大丈夫と返事をした。だが姑との同居が始まると、私は夫の提案を即答で受け入れたことを後悔することになった。私が夫の家に引っ越すと、夫婦の寝室とは別に贅沢にも私の仕事部屋まで与えてもらった。夫の家は二人暮らしをするには広く、部屋は多く余っていたようだ。私は引っ越し作業が落ち着いてきた頃、素朴に思った疑問を夫に確認した。お母さんと二人で暮らしてるのに、どうしてこんなに大きな家が必要なの？俺には三つ上の兄貴がいるって言ったよな。兄貴は大学卒業してから家を飛び出して、ほぼ音信不通なんだ。全然家には帰ってこないし、連絡も数年ないのが当たり前で、仕事も住む場所も転々としてるみたいなんだ。そんな兄貴だから、いつか困って、俺と母さんのところに戻ってくるかもしれないだろう。だから、少し大きめの家を借りることにしたんだ。ちょっと大きすぎたかなって思うけど、まあ、俺が結婚して、明子が来たら、結果オーライだな。夫は、私の荷物が入った段ボールから本を取り出し、棚に並べながら、笑って、兄の隆二さんの話をした。夫の話では、義兄はまともに仕事をせずにフラフラしているようだが、夫はそんな義兄を悪く思っていないようだ。あんな子の話をするんじゃないよ。本当に帰ってきたらどうするんだ。私たちの様子を見に来たのか、私の仕事部屋になる予定の部屋の入り口に姑が立っていた。どうやら夫と違って姑の方は義兄のことを嫌っているらしい。母親という立場からすれば、長男としての責任を放棄している義兄に冷たい反応を見せるのは理解できなくない。ただ、義兄を悪く思わない夫と、いつか義兄のことで意見が衝突しないか、心配である。それから、私はあんたのことも気に入らないからね。母さん、これから一緒に暮らすんだから、そういうこと言うのやめろよ。別に出て行けとは言ってるわけじゃないわよ。ただ、こういうことは最初に言っておかないといけないだろ。姑は、スリッパの音をパタパタと立てながら去っていった。悪いな。ちゃんと注意しとくから。大丈夫。結婚の挨拶の時にも同じようなこと言われたから。
お母さんとの関係はこれからの生活で作っていくわ。私は夫の止まった手から本を取り棚にしまう。姑は私の年齢が気に入らないようだ。私は40歳なので子供が産めないわけではないだろうが、なかなか厳しいとは思う。また長男の義兄も結婚をしていないので子供がいない。なのでこのままでは姑が孫の顔を見れない可能性が高い。そのため夫の結婚相手はもう少し若い人が良かったと思ってがっかりしているそうだ。姑にとっては長男としての役割を果たさない義兄、嫁としての役割を果たせない私も同じような存在なのだろう。姑の気持ちはわからなくもないが、私の体が若返ることはないので、こればかりはどうすることもできない。引っ越しが完璧に終わって結婚生活が本格的に始まると、姑は私にわかりやすく冷たい反応を取った。話しかけても無視をされ、なるべく私に関わらないようにされている。少し寂しいが、嫌がらせをされたり暴力を振るわれたりなどの嫁いびりが少ないので、今のところは良しとしておくべきだろう。姑との関係はこれから時間をかけて築いていけばいい。それよりも今は夫の方が問題であり、私は心配している。あなた仕事は大丈夫そう？いや、相当まずいな。早く手を打たないといけないんだけど、お金の工面も難しいし。夕食後、夫はダイニングで頭を抱えていた。私は洗い物の手を止めて夫の正面に座って話を聞く。このご時世だからね、物価は高騰して経費もかかるだろうし、お客さんの財布の紐は固くなってるだろうし、この状況の終わりも見えないもんね。このままじゃもう一つの店も閉めないといけなくなるよ。結婚から1年ほどすると夫のお店の状況はどんどん悪くなっていった。すでに3店舗あったうちの一つは閉店することになり、このままではもう1店舗閉めないといけなくなる状況らしい。夫の苦しそうな表情を見て私まで苦しくなってきた。しかし家の中で姑だけは何も苦しみを感じていないようだ。智也の嫁になったのに、あんたが店を手伝わないからいけないんじゃないのか？自分の夫を支えずに自分の仕事だけして、それで嫁の役割ができてるって言えるのかね？私たちの会話は隣のリビングにいる姑に聞こえていたようだ。姑はソファーに座ったまま私にヤジを飛ばしてきた。夫が大変な時に何を考えているのかと思ったが、姑には姑の考え方があるようだ。智也はね、自分でお店をするようになってこの10年近く、いろいろな苦労を乗り越えてきたんだよ。私は今回もきっと智也は自分で何とかするって信じてるんだよ。嫁のあんたがそんな顔してんじゃないよ。あんたは智也の不安を煽って失敗させたいのか？ひどい嫁だよ。また姑はリビングからダイニングに向かって叫んできた。姑の言葉には私に対してのトゲも毒も含まれている。また私に気合を入れるために劇を飛ばしてくれたわけではないこともわかっている。しかし言っていることは間違ってない。私は姑からの言葉をポジティブな受け取り方に変換して、不安そうにする夫に軽く微笑んで夫をとことんサポートすることを決意した。それから一年後、姑の言った通り夫はお店の状況を立て直し、2店舗目の閉店は避けることができた。ほら、私が言った通りだろ。夫のことも信じられないバカ嫁が智也の足を引っ張るんじゃないよ。その副産物として
私のことを今まで無視していた姑は、遠慮なく、暴言を浴びせるようになった。姑との関係は悪化したように思うが、夫の仕事がうまくいっているので、プラマイゼロとしておこう。そう思ったのだが、この件は私にとって明らかなマイナスの結果を生んでしまったようだ。お店の状況を立て直して夫は、お金に少しゆとりができ、調子に乗り始めたらしく、私の耳に不倫の情報が入ってきた。一体何を考えているのか。手元にお金があるなら、もっと他に使うべきところがあるだろうに。また、不思議とこういう悪い状況の時は、とことん悪いことが重なっていくものだ。どんどんお店の売り上げが落ちていく夫の様子を見てきたので、私はそれをよく知っている。しかし、まさかそれが自分の身にも起こるとは思ってなかった。智也、龍二から電話があったの。何から？ええ、智也が付き合ってる人がね、妊娠したらしいの。それはめでたいな。同じ居酒屋でバイトしてた32歳の子らしいんだって。それでね、智也に相談があるのよ。何？急に改まって。ユージはフリーターで、妊娠して結婚する彼女もフリーターらしいのよ。だからこれから子供が生まれるってなると生活が厳しいらしくて、それでこの家に来てもいいかって聞かれたのよ。それからユージたちを智也のお店で働かせてくれないかって。夫はリビングのソファーに座って一人でテレビを見ていて、その夫を私はどうやって不倫のことを問い詰めてやろうかとダイニングから眺めていた。するとリビングに姑がやってきて、姑が夫に話しかけてきた。その内容は私が会ったことのない義兄のことで、私は完全に蚊帳の外であり、夫と姑だけでどんどん会話が進んでいく。それにしても違和感のある風景である。姑は長男としての役割を果たさずにフラフラしていた義兄を嫌っていたはずだ。それなのに夫にその義兄を迎え入れるように頼んでいる。理由は単純だ。孫である。もう見ることができないと思って諦めていた孫の顔が見れると思って、姑は手のひらをくるくるだ。それどころか家に住まわせ、仕事まで与えるという好待遇で迎えるつもりらしい。夫は義兄のことを悪く思っておらず、この大きな家を借りているのはこの時のためだった。しかし状況は変わっていて、今は私がいる。義兄のサポートをするのはいいが、義兄夫婦がこの家に来るのはおかしくないだろうか。私はダイニングからリビングにいる夫の顔を見る。夫もこちらを見ている。その表情は明らかに困った表情だ。ねえ、いいでしょ、リュウジが困ってて、トモヤはその困ってるリュウジを助けられる力があるんだから。ああ、わかったよ。私は夫の意志の弱さにため息が漏れた。夫が姑に脳を突きつけてくれないかと期待していたのだが、期待だけで終わってしまったようだ。夫は私の反応を気にしているのか、私の方をちらちらと見ている。徐々に悪くなっていく姑との関係性、夫の不倫、義兄夫婦との同居などなど、どんどん問題が山積みになっていく。どれから手をつければいいのかわからなくなり、頭がパンクしそうな私は、今日はもう考えることを放棄して寝ることにした。翌日、休日だった私は精神疲労が半端ないためか、お昼前まで寝てしまった。夫は仕事なので、今日は家に姑と二人だ。
寝坊したことに何を言われるかと思いながら、いやいやリビングへと向かう。随分とゆっくり寝たわね。いいご身分だこと。これからねちねちと嫁の役目を果たしもしないで、と言われると思った私は、姑の言葉に耐えられるように、お腹に力を入れて身構える。しかし、姑の口から出た言葉は、私の想像の範囲を簡単に飛び越えてきた。昨日の私と智也の話、聞いてたでしょ？里帰り出産で長男夫婦が帰省するから、お前の荷物庭に出せ。はい？まだ寝起きで頭の回転が遅いのか、私は姑の言葉の意味を理解することができなかった。私の荷物を庭に出せっていうのは、庭に住めということだろうか。それとも、この家から出て行けということだろうか。あんたにはどうせ子供はできないんだ。智也の仕事を手伝うわけでもなし。それなら、ユージたちのために部屋を開けるくらいはしてもらわないとね。今残ってる空き部屋が二つだから、あんたが出て行って仕事部屋が開けば、ユージたちの寝室と子供部屋、ユージたちの物置部屋が確保できるわ。部屋数と使い方がちょうどいいと思わない？どうやら出て行けという意味だったようだ。それにしても義兄家族の物置部屋とは何だ？そこまで必要性が感じられない部屋の使い方をするために、私は追い出されるらしい。もともと仕事部屋は、部屋が余っているからと、贅沢な使い方をさせてもらっていただけで、別になくなっても構わない。私には、夫婦の寝室だけあれば十分だから。私が出ていかなくても、義兄家族はこの家に住めるはずだ。孫の顔が見れるとなり、いよいよ本当に私が嫁としてこの家にいる意味がないと、姑は思ったのだろう。家賃50万払ってるのに、もういろいろ考えるの面倒くさいな。私は一回頭の中を真っ白にして、脳を少し休めてやる。私も姑も黙ったので、リビングには壁にかかった時計の秒針が進む音が鳴り響く。よし、出よう。脳を休めた結果、もう面倒くさいので、夫や姑、義兄家族がどうなるのか、今後のことは何も考えずに、私は家を出ることにした。わかりました。出て行きます。さすがに荷物を全部庭に出すのはできないので、後日、取りに来させていただきます。出て行ってくれるのね。ありがとう。助かるわ。私は、喜ぶ姑を無視して、荷物をまとめて家を出た。玄関を出て7秒後、私はスマホを取り出して、不用品回収業者に連絡した。考えることをやめた私の行動は誰にも止められない。この選択をみんなで大後悔すればいい。家を出た私はひとまずホテルに泊まることにした。不用品回収業者に連絡したのだが、ちょっと準備が必要なようだ。少し時間が欲しいと思っていたので、これはこれで都合がいい。家を出てから2週間後、私はマンションを借りて、一人暮らしを始めた。今日まで夫から連絡はない。そのうち戻ってくると考えているのだろう。夫が今の状況を軽く考えていると思うと、腹が立ってくる。しかし、今日は夫のお店の定休日明け。ランチの仕込みでお店を訪れたタイミングで、夫から電話がかかってくるはずだ。おい、これはどういうことだ？店の中がすっからかんだぞ。思った通り、夫から電話がかかってきた。電話で説明してもいいけど、お母さんもいた方が話は効率的なの。
今から家に行くから、あんたも帰ってくれる？どうせ、お店は開けられないでしょ？私は、夫の反応が面白くて、電話を切る前につい笑ってしまった。夫はさぞ驚いたことだろう。私は、つぼってしまって、笑ったまま出かける準備を始めた。一体どういうことなの？トモヤのお店の冷蔵庫とか、調理器具とか、テーブルとか、大事なものが全部なくなってたそうじゃない。あんたがやったんでしょ。こんなことして、ただで済むと思ってるの？家に行くと、私は姑にいきなり怒鳴られた。どうやら夫は、半分くらい状況を説明したようだ。リビングには、見知らぬ男女がいる。これが、義兄夫婦のようだ。いまいち状況がわからず、二人とも姑なあまりの怒りように、不安そうな表情をしている。どうしてこんなことしたんだ？これじゃ、店が営業できないじゃないか。私のお店なんだから、私が閉店作業を始めたり、私の買ったものを、回収業者にお願いして処分してもらったりしても、何の問題もないはずだけど。あ？あんたの店、何言ってるの？まだお母さんに説明してないんでしょ？あんたの口からちゃんと説明しなさい。俺の店は本店と2号店が残ってて、2号店の方が経営危機に陥ってたことがあるのを覚えてるだろ？ええ、もちろん。トモヤはテーブルや椅子とか看板とか変えて、店の雰囲気を変えたり、新しい調理器具を入れてメニューを増やしたり、増えたメニューに対応できるように冷蔵庫や冷凍庫を大きなものに変えたりとか、いろいろ頑張って立て直したのよね。それなんだけど、その費用はアキコが出してくれたんだ。は？どういうこと？夫の言葉を聞いて、姑は難しい顔をした。必死に頭を回転させて理解しようとしているようだが、おそらくまだ情報不足なので全部を理解することはできないだろう。夫は話を続けようとしているが、言いにくいようで、トイレを我慢しているかのようにもじもじしている。これでは話が全然進まないので、ここからは私が説明することにした。私、40歳手前まで独身で、ずっと IT コンサルの仕事もしてました。それに、結婚式もしなかったし、結婚して新しい家を買ったりもしませんでした。だから、結構お金が貯まってたんですよね。なので、夫に潰れそうになってる2号店の方を持ち直せるように、1000万円を貸したんです。1000万円？でも、さすがに夫婦でも、そんなお金をポンと渡すことはできませんよね。だから2号店の権利を買い取って、私がオーナーになったことにしたんです。オーナーって言っても、お店のことは夫に丸投げしてたんで、私がすることはほとんどないし、夫がお店を回すから現場でも何も変わるところはないんですけどね。変わったことといえば、夫が本店は別の人に任せて、2号店の立て直しのために職場を移動したくらいですね。私は、夫のお店が窮地に立たされた時、夫と一緒になって不安な表情をしていた。その時、義母が嫁なのに、夫が信じられないのかと怒鳴られたことで、私は、とことん夫をサポートすると決心した。その決心の形が、独身時代に貯めたお金を渡すことだったのである。友や、本当なの？ああ、本当だ。失敗して1000万円を無駄にしてもいいからって言って、お金を渡してくれたんだ。でも、額が額だから、どうせ潰れてもいいなら、オーナーになることを提案したんだ。店の売り上げから借りた1000万円をちょっとずつ返す予定だったんだけど、それなら多少手続きとか、作業とか、責任は発生するけど、アキコがオーナーになって、店の金が直接入るようにした方が、金の流れはシンプルだろう。店の閉店の判断も、アキコ次第にできるしさ。そんなの、嘘よ。そんなことってある？急にこんなこと言われても信じられませんよね。そう思って、証拠になるものをいくつか持ってきました。私は、テーブルの上に、営業許可書や、
造作譲渡契約、賃貸書契約などの私がお店のオーナーであることを証明する書類を広げた。姑はそれらの書類に私の名前が入っていることを確認し、徐々に顔が赤くなっていく。どうしてそんなこと黙ってたの？お母さんがあんまり信じてるとか、私の言った通りお店の立て直しができたとか言ってましたよね。私が結婚する前からずっとそうやって夫に声をかけてたんですよね。夫はその言葉にプレッシャーを感じながらも、お母さんの期待に応えてきたそうです。この家の大黒柱としてその役割を果たせずに、がっかりさせないためにね。お母さんは役割を果たさない私やお兄さんのように、自分の役割を果たさない人にはすごく冷たい態度を取りますよね。だから夫は私に大金を借りて助けてもらったことを言えなかったんですよ。それくらい言ってくれればいいじゃない。そうやって怒鳴るから夫は言いたいことが言えないのだ。義母のようなタイプは他人にプレッシャーを与えていると自覚症状がない場合がある。本人はそのくらい言ってくれればいいのにと軽く思うかもしれないが、プレッシャーを与えられている側は思っている以上に負荷がかかって、そんな簡単に自分の思いを言うことができないのだ。また言ってくれればいいのにと言いながら、実際に言っていたらどうせその時は勝手にがっかりして馬をぶつけ出すのだ。せっかくお店が立て直ってきている時に姑からのヤジで夫の心が折れてしまってはいけない。そのため私も何も言わずに黙ってきたのである。ただ義兄夫婦が帰ってくるとなった時はさすがに断ってほしかった。おそらく義母から夫には義兄夫婦を助ける力があると言われたことで、頭の中で仕事に関連することだと思ってしまったのだろう。母さん、明子、ごめん。今回の件は俺の中途半端な態度がいけなかったんだ。最初からしっかり店を守れれば明子のお金に頼ることはなかっただろうし、俺がこんな豆腐メンタルじゃなければ母さんに本当のことを言えたんだ。明子が店を閉めるって言うなら仕方ないな。このまま2号店は閉めよう。でもバイトの子たちはどうするんだ？それなら安心して、この2週間の間にみんなにお店を閉めることは伝えてあるし、納得もしてもらってるわ。希望する人には IT コンサルの方で付き合いがある飲食店のバイトを紹介したから、問題ないから安心しなさい。そうか、それはよかった。それだけが気がかりだったんだ。それにしてもみんな意地が悪いな。アキコが俺に空っぽの店を見て驚く作戦に乗って、俺には閉店のことを黙ってたってことか。ともや、私も方もごめんなさい。私がともやを追い詰めてたのね。それからアキコさんも今までごめんなさいね。もう出ていけなんて言わないわ。夫と姑は謝罪をして、なぜか全てが丸く収まったかのような雰囲気を出し始めた。勘違いしてもらっては困る。私は全然納得していないし、話はまだまだ途中だ。じゃあ次はこの件について片付けましょう。え、これは離婚届？私がテーブルの上に離婚届を出すと、夫は目を飛びさせてから手に取った。どういうことだよ、なんで離婚なんだよ。これは和解の流れだろ。勝手に和解が成立したことにしないでくれる？あんたはバレてないと思ってるだろうけど、パートの人と不倫していること知ってるんだからね。あんたが不倫してることはバイトの子たちがみんな知ってたわよ。そんなのただの噂だろ。証拠もないのにそんなこと言うな。私はスマホにバイトの子が送ってくれた画像を表示させ、書類が散らばるテーブルの上に置いた。これホテルに入る写真か。バイトの子が撮って送ってくれたのよ。いくらなんでも二人でお店を出て行って近くのホテル街に向かって歩いていけば、証拠写真なんて警察や探偵でなくても簡単に撮れるわよ。二号店を建て直して変な自信がついて調子に乗っちゃったのかしら。それにしても調子に乗りすぎたわね。
私はお店のオーナーになったが、現場仕事は何もできない。しかし、だからといってお店に全く顔を出さないわけにはいかないので、ちょこちょことお店に行くようにしていた。その時に私はバイトの子たちから、夫が不倫をしていて気持ち悪い、何とかしてほしいとクレームが入ったのだ。私が何とかすると約束すると、バイトの子たちはすごく協力してくれた。そのため夫の不倫の情報は筒抜けになったり、証拠写真を送ってくれたり、お店の閉店のことを夫に黙っててくれたりなどしたのだ。待ってくれよ、2号店を閉店させる上に離婚、そんなことになったらここの家賃はどうなるんだよ。ここの家賃どういうこと？ああ、それもまだ伝えてませんでしたね。ここの家賃55万円は私が全額払ってたんです。これも本当なの？本当だ。店の売り上げが落ちてきた時に、アキコに半分出してもらうようになったんだ。でも、その後もどんどん売り上げが落ちて、少しずつアキコに出してもらう額が増えていって。最終的に私が全部出すようになったんです。月55万は私の給料と同じ額なんです。だから私が家賃は全部払って、夫は食費とか光熱費とかの生活費の方を出してもらうようになったんですよ。じゃあ、智也が離婚してお店が本店の1店舗だけになったら、当然ここに住むことなんてできませんね。夫も姑も私の言葉を聞いて力が抜けてしまったようだ。二人ともまるでボクシングの試合で燃え尽きたかのようにうなだれてしまった。ここまでの会話を聞き、状況をなんとなく理解できたのか、義兄夫婦はやっとのことで会話に参加してきた。どういうことなんだ。俺たち帰ってきたのにここには住めないってことか。ちょっとリュウジ、聞いてた話と違うじゃない。家に帰りさえすればどうにでもなるんじゃないの。悪いな兄貴、今の俺には兄貴を助けるための店も家もないんだよ。いや、なんとかしてくれよ。子供が生まれるんだ。せめて仕事くらい。バイトは足りてるよ。むしろ人件費削減で減らさないといけないな。智也はこれから頑張るから、もうちょっと待ってて。だからそういう言い方はやめてくれよ。おい、俺の家と仕事はどうなるんだよ。夫と姑と義兄はこれからの生活について何やら揉め始めた。まだ名前も知らない義兄の嫁は気まずそうにおろおろしている。お店の閉店と離婚のことは伝えたので、私の用事は済んだ。もう夫のお店のことや、夫と姑の関係性を円滑にするためにいろいろ考えて立ち回るのは疲れた。義兄夫婦との同居もお断りだ。この家の後のことは知らないので、あとはみんなで好きに話し合ってくれればいいと思う。私は怒鳴り声が響く中、ゆっくりと家を出た。その後、私は不倫の証拠があったことで、スムーズに夫と離婚できた。不倫の慰謝料を請求してもよかったのだが、私には仕事があるので、お金には困ってないし。もう元夫たちと極力関わりたくないので、慰謝料は請求しないことにした。私と離婚した元夫は、家賃が払えないので、あの家を家族全員で出たらしい。その時に、お金も気持ちもゆとりがなくなっていた元夫は、今まで元姑の面倒を見てきたが、本来これは長男の役割だと言って、元姑を元義兄に押し付けようとしたらしい。もちろん、お金がなくて戻ってきた元義兄に、元姑の面倒を見られるわけがない。そのため、兄弟で元姑を押し付け合うという醜い喧嘩が起こったそうだ。結局収入がないことにはどうにもできないということで、元夫が元姑を引き取ることになったそうだが、その喧嘩のせいで兄弟仲は最悪となったらしい。
そのため元義兄夫婦はまたどこかに行き音信不通となったそうだ。また自分を押し付け合う兄弟の姿を見てしまったので親子関係も最悪である。元夫と元姑は仕方なく一緒に住んでいるような状態らしい。今は小さめのマンションに二人で住んでいるらしく、前の家のように広くはないので常に顔を合わせるのだが、会話は全然なく、家の中には常に気まずい空気が流れているそうだ。後先のことを考えて、私が行動を起こしたことにより、一つの家族関係が壊れる結果となったということだ。私は離婚後、まずお店の閉店作業をした。少し面倒だが、オーナーという立場なので仕方ない。ただ、業者に回収してもらった冷蔵庫や調理器具、テーブルや椅子などは新しいものだったので、いい値段で買い取ってもらうことができた。そのため、少しお金を足すだけで、店内の片付けができた。短い期間だったが、飲食店のオーナーと、お店の閉店作業も経験できた。これらの経験は、IT コンサルの方の仕事で、いつか役立つ時があるだろうと思う。やっぱり私には、結婚よりも、仕事の方が合っているようだ。そう確信して、今日も頑張って、仕事に取り組む。片親の貧乏人が贅沢なことを言うもんじゃないわよ。姑が作ってくれたカレーは、私の分だけ明らかに生ゴミのような匂いがしていた。そんな、贅沢だなんて。私がせっかく作ったんだから、もちろん全部食べられるでしょ。もちろんですよ。そうして、カレーをきれいに完食したのだが、それを見ていた姑は、どんどん顔が青ざめていった。私は、今年35歳になった、若菜、4歳年上の夫の後期と、結婚して5年になる。夫との出会いは、私が看護師として勤めていた病院に、患者として入院していた時、その時担当していた看護師が、私で話をしているうちに仲良くなり、夫が退院するときに連絡先を渡されたのだ。私も悪い気はしなかったため、定期的に会うようになり、付き合うまでに時間はかからなかった。それに結婚までもあっという間で、家族、友人にも祝福されたのを覚えている。もちろん私の両親、義理の両親も大いに喜んでくれていて、いい関係を築けていると、その時は思っていた。結婚後も仕事を続けたかったが、夫の希望もあって専業主婦に。早く子供が欲しかったのもあり、仕事は夫、家庭は私という感じだった。仕事は俺に任せてくれ。だから若菜は、家事とか家のことを頼みたいんだ。うん、わかった。でも無理はしないでね。もちろんだよ。義理の両親も孫を楽しみにしていたため、想像以上にプレッシャーもあった。それが原因にもなったのか、2年経っても子供はできなかったのだ。なかなか子供に恵まれない状況に、しびれを切らしたのか、義理の両親の態度が一変することになる。初めて文句を言われたのは、年始の挨拶のために義理の実家に行った時だったと思う。孫はまだ。頑張ってはいるんですけど。あなたに何か問題があるんじゃない？私ですか。まさか後期のせいって言いたいの？いえ、そんなことはないですが。それにあなた、片親だったわよね。はい、前にも話したかもしれませんが、小さい頃に父が亡くなってます。だからちゃんとした教育も受けてないのかしら。こういった姑の文句や理不尽な言動が多くなり、挙句の果てに、お互いに信頼関係で結ばれていると思っていたのだが、夫まで私に原因があるかのように振る舞うことが増えた。また母さんから文句言われたぞ。頼むから余計なことはするなよ。余計なことって、私は何もしてないよ。誰のおかげで生活できてると思ってるんだ。それはわかってるよ。
それに子供だって全然できないしな。本当に欲しいと思ってるのか？そんなの当たり前じゃん。コウキも私のせいって言いたいの。いいから口答えするな。きっとこの時は、私に対する理不尽な暴言のつけを自分たちが払うことになるとは思ってもいなかったに違いない。この現状をどうにかできないかと考えていた。それから、夫や義理の両親の私に対する嫌がらせとも取れる暴言は続いた。姑もよっぽど暇だったのか、毎日のように連絡が来る。ちょっと若菜さん、後期にまた余計なこと言ったでしょう。そんなこと言ってませんよ。はあ、そんなんだから。じゃあ、どうすれば。ああ、そうそう。お父さんとも話したんだけど、せっかくだから産婦人科にでも行ってみてもらってきたら？ちゃんと検査してもらったことないんでしょ？それで私に原因があったらどうするんですか？そんなの決まってるじゃない。後期とは別れてもらうから。別れる？当たり前じゃない。そんな役立たずの嫁なんていらないわ。わかりました。今度見てもらってきます。まさか、別れるという話まで出るとは思わなかった。確かに子供ができることは重要なことかもしれないが、そんなにも存在を認めてもらえていなかったとは、絶望したのを覚えています。それこそ、ぐちぐちとこんなことを言われたら、誰でも頭が痛くなる。夫は仕事から帰るや否や、掃除はしたか、ご飯の準備はしたかから始まり、子供ができないには、わざと私がそうしているんじゃないかと、根も葉もないことばかりを言うのだ。姑から産婦人科に行けと言われた日の夜に、夫にも報告した。お母さんから産婦人科に行けって。産婦人科？やっぱりお前が原因だったってことか。いや、それは行ってみないとわからないよ。ちなみに俺は行かないからな。どうして？子供ができない原因もわかってないんだから、一緒に行かないと意味ないでしょ。なんだよ、俺が悪いって言うのかよ。そんなこと言ってないでしょ。お前が何を言おうが、俺は行かないからな。そもそも行く必要ないだろ。俺に原因なんかあるわけないし。お前は暇でいいな。俺はお前のために働かないといけないのに。別に暇なんかじゃないよ。ああ、口答えできる立場じゃないだろ。わかったから、とりあえず明日行ってくる。はあ、お前と話してたら余計に疲れたからもう寝るわ。あとはよろしく。そう言って夕飯も食べず寝室に向かって行った。一番理解して支えてほしいはずの夫でさえこんなありさまなのだ。義理の両親ならなおさらだろう。そして翌日、私は本当に子供ができない原因が自分にあったらどうしようという思いを抱きつつも産婦人科に向かった。様々な検査を受けたが、結局私には明確な原因はないということが分かり喜んだ。特に異常は見られませんでした。安心してください。これなら元気な赤ちゃんも産めますよ。本当ですか？検査の結果ですから、今度は旦那さんも検査してみましょうか。そうですね、夫とも相談してみます。結果を聞いた時、涙が出そうなくらい嬉しかった。私には非がないと証明されたのだ。でもこのことをちゃんと話した方がいいのかな。家に帰る道すがら、こんなことを考えていた。真実を話したとしても、それを受け入れず、また何かと因縁をつけてくるに違いないと思ったからだ。何せあの岩子だ。自分たちの非をそう簡単に受け入れるわけもない。だから私は、来たるべき日のために隠しておくことに決めた。家に帰ると、すでに夫が待っていて。今日行ってきたんだろう。結果はどうだった？ちゃんとした結果が出るまでには時間がかかるって。ふーん、そうか。まあ結果は、聞くまでもないとは思うけどな。それってどういうこと？そんなの、若菜に原因があるってことだろ。まだわからないじゃん。結果が出るのが楽しみだよ。あ、そうそう。今度の連休、うちに遊びに来いって母さんたちが言ってたぞ。そうなんだ。わかった。なんで私たちを誘ったかは理解できた。産婦人科での結果を聞くためだ。
こうして私たちは夏の連休初日に夫の実家を訪れた。いらっしゃい、早く入りなさい。ご無沙汰してます、お母さん。そう挨拶しても、姑の視界には私という存在が映っていないのか、完全に無視されてしまった。はあ、覚悟はしてたけど、やっぱりきついな。それからも義理の両親と夫は楽しく談笑しているのだが、私は蚊帳の外だった。若菜さん、悪いけどお茶を入れてきてくれない？キッチンに用意してあるから。はい、わかりました。この家で私は召使いのような扱いだった。いつからこんなことになってしまったのか。それからも三人の会話が続き、姑が立ち上がり、そろそろお腹空いたんじゃない？後期の好きなカレーを作っておいたから。おお、いいね。久しぶりに食べたいと思ってたんだ。じゃ、若菜さんも手伝ってくれる？私たちはキッチンに向かったのだが、そこでも姑の暴走は止まらなかった。それで、検査の結果はどうだったの？まだ結果が出るには時間が必要みたいで、もう少しでわかると思います。ふーん。そういえば、前に言ったこと忘れてないわよね。別れるとかって話ですか？そうよ。ま、覚えていればそれでいいわ。じゃ、これをあっちに運んでくれる？そうして、各々の前にカレーが運ばれていくのだが、私の分だけがない。若菜さんの分はこれよ。ありがとうございます。そう言って、置かれたお皿を見ただけで、おかしいことが分かった。お母さん、これは？もちろんカレーよ。まさか私が作ったものは食べられないとでも？いえ、そんなことはないです。いただきます。くれどから、片親しか親のいない人間は困るわ。明らかに他のみんなと違う。これって腐ってるんじゃない？それに匂いもおかしいし。そして姑の方をちらっと見ると、早く食べろと言わんばかりにニヤニヤしていた。ここまでして私をいじめたいのか。そう思った瞬間、私はカレーを口に運んだ。もはや味なんて分かっていなかった。ただこれまでされてきたことに怒りが爆発したのだ。片親だからと馬鹿にされたのも原因の一つ。これで残したら、また何を言われるか分からないと感じ、完食してやった。どうだと言わんばかりに姑を見ると、さっきまで元気だった顔がみるみる青ざめていった。お母さん、どうかしましたか？あなた、本当に全部食べたのね。それがどうかしたんですか？え、だってそれは、昨日作って外のベランダにずっと放置しておいたやつよ。夏にそんなことしたら腐ってるに決まってるでしょ。そんなことだろうと思いました。分かってて食べたの？もちろん。自信満々に語る私を尻目に、夫も義父も驚いていた。そんな顔を今まで見たこともなかったので、思わず笑ってしまったのだ。何がそんなに面白いんだよ。だってそんな顔されたら、誰だって笑っちゃうでしょ。お前な。で、それよりも母さん、どういうことだよ。違うのよ。私はからかおうとしただけで、それにそんな腐ってるやつ、食べるなんて思わなかったし。そこまでして私に嫌がらせしたかったってことでいいですか？そんなつもりは。お母さん。もうそんなに嘘つかなくてもいいですよ。何よ、下手に出れば余裕ぶっちゃって。全然そんなつもりはなかったんですけど、謝る気もないみたいなんで、こっちにも考えがありますよ。それが何だって言うのよ。じゃあこれはどうですか？私はもしもの時に備えて持ってきたあるものがあった。それを夫と義理の両親の目の前に出すと。なんでよこれ。何って、今までのデータだよ。データって何のだよ。今まで私に散々いろんなこと言ってくれてたでしょ。妊娠できないのはお前のせいだの、片親はちゃんとした教育を受けていないだの、数えきれないわよ。じゃあその中に証拠があるってこと？さすがお母さんです。今までの暴言の音声データとか、きっちり入ってますよ。あ、ちなみに、今日のカレーのこともしっかりと録音してますから。ふざけんなよ！そう叫ぶと夫は、
テーブルの上に出した SD カードを怒りに任せて壊してしまったのだ。さすが後期、これで安心ね。そうだろう。お前は余計なことしないで言われた通りのことやってればいいんだよ。全く状況が分かっていないこの家族は、なんて浅ましいのだろう。だからこそこの行動が面白くて思わず笑ってしまった。何笑ってるんだ。だってそんなことしても意味ないから。は？意味わからないこと言うなよ。まさかとは思うけど、さっき後期が壊した SD カードだけど、それだけだと思った？そんなわけないでしょ。お前な、ちょっとどういうことか説明してちょうだい。さっき後期が壊したのはただのコピーですよ。だからいくら壊そうが意味ないってことです。姑もここで観念したのか、絶望の表情をしていた。そんな姑を見かねたのか、ここまでだんまりを決めていた義父が口を開いたのだ。若菜さん、話を聞いてほしい。何ですか？ここまでの非礼はきっちりお詫びするから、ことを荒立てないでほしいんだ。だったらもっと早く止めてほしかったですよ。それは本当に申し訳なかった。お父さんの言いたいことはわかりますが、それで今までのことがなかったことになるわけでもないですし。そうなんだが。おい、親父も何言ってるんだよ。今さら謝るなんて。それに子供ができない原因は若菜にあるかもしれないし、それは俺たちのせいじゃないだろ。いいからお前は少し黙ってろ。なんだよ、親父は若菜の味方かよ。そういう話じゃないんだよ。ああ、それと忘れてたけど、産婦人科の検査の結果は何も問題なかったから、元気な赤ちゃんも産めるくらい健康だってさ。お前、結果が出るのはもっと後だって。そんなの嘘だよ。本当のこと教えても、また難癖つけられても困るしね。マジかよ。信じられないなら、ほら。私は近くに置いていたバッグから、結果が書かれた診断書を取り出した。こんな時のために、常にバッグの中に入れていたのだ。私にも原因があるって思ってたみたいだけど、違ったね。どうしてくれるの？後期も検査してもらった方がいいんじゃない？俺は大丈夫だよ。いいから、お前も今度行ってこい。なんだよ、わかったよ。とりあえず、このままじゃ拉致が開かないので、一旦実家に帰らせてもらいます。おい、ちょっと待てよ。ここまでされて、さすがに一緒にいるのは辛いから。じゃあまた連絡するから。こうして私は、実家に帰るため家を出ることに。夫に対しては、辛いと言ったが、全然そんなことはなかったし、むしろ今まで言えなかった分、すっきりしたくらいだった。でもこれで終わりにしようなんて、考えはなかったのだ。私の実家までは、夫の実家から車でも1時間ちょっとの距離。ただいま。お帰り。でも急にどうしたの？実はさ、私は母に迷惑をかけないと、今回の一件も話していなかった。しかし、これ以上あの親子と関係を続けていくのは無理だろうと思い、話すことに決めた。母は私の話を、ただ黙って聞いてくれたのだ。一通りこれまでの経緯を話し終えると母は、笑顔で私の決断を受け入れてくれた。私は、早速あの家族に対する復讐の準備を始めて、最初にしたことは、次の日に離婚届をもらいに行き、自分の名前を書いたことだ。あとは、離婚届を渡すタイミングをどうするかよね。そんなことを考えながら私は、さらに夫を追い詰めるために、夫の上司に連絡することに決めた。私に対する暴言などの話を聞いた上司は、思いのほか落ち着いていた。なぜなら会社内でも、夫の言動は行き過ぎることがあり、以前にも注意したことがあったのだとか。それでも治ることはなかったらしいのだが、まさか家庭でもそんなことをしていたのかと、真摯に受け止めてくれ、対処すると言ってくれた。もしかしたら職を失うのも、そう遠くはないのかもしれない。夫の会社に連絡をしてから数日が過ぎた頃、実家に夫がやってきた。さすがに出るのはまずいと思った私は、扉越しに。何しに来たの？何って、お前を迎えに来たんだよ。今は戻る気はないから帰って。本気か？私は本気だよ。それにこれ。お前、これ、離婚届じゃないか。そうだよ。私は本気だから。
わかった。じゃあ今日はひとまず帰るわ。じゃあな。この行動には少し疑問があった。夫の性格からして、こんなにあっさりと引き下がるとは思えなかったのだ。事実この日を境にして夫は、私の周りをうろつくようになっていた。その様子はまさにストーカー。夫の上司が言うには、会社にも来ていないということだった。私が外に出れば、少し離れたところからついてくるのだ。話しかけてくる様子はなかったが、それでも何かされるんじゃないかという恐怖はあった。まさかここまで最低な男だったとは。結婚する前は違ったのに。それからも夫は、よほど私に会いたかったのか、また実家に来ることがあったようだ。その時は、私も母もいなかったからよかったが、後で近所の人が教えてくれた。私は母に紹介してもらった弁護士に相談することに。もともと弁護士に相談しようと考えていたため、ちょうどよかったのかもしれない。そこからの行動は早かった。弁護士を通しての離婚手続きや、夫一家への慰謝料の請求、すでに音声データなどの証拠を持っていたので、スムーズにことは運んだ。さらに私だけでなく、母にも危険が及ぶと思ったため、警察にも相談することに。間もなくして夫には、裁判所から接近禁止令が出たことには、ひとまず安心することができた。そこから一週間後、また状況が一変してしまう。俺が悪かったから帰ってきてくれないか。親父も母さんも反省してるってさ。そんな留守電が残されていたと思ったら、また付きまといが始まったのだ。まだ実家にいた私は、警察の勧めもあり、ひとまずホテルに身を隠すことにした。姑も義父も反省しているとは言っていたが、だったら息子がこんな状態なのに放置しているのか。だからこそ早く決着をつけなければならないと思った。だからこそ私は、姑に連絡をすることに。この時私が、義理の実家を出てから約一ヶ月ほどが経っていた。お久しぶりです、お母さん。あなた、若菜さんなの？そうですが。後期のことなんだけど。私もその件で連絡したんですよ。あの子は私たちの言うことを聞かないし、私たちも困ってるのよ。お言葉ですが、困ってるのは私の方ですよ。それを分かって言ってますか？それは分かってるんだけど。だったらあなたたちで何とかしてください。今日はそれを言いたかっただけなんで。ちょっと待って、お願いだから。残念ですけど無理です。私は今までされてきたことを許すつもりはありませんから。あなたは少しでも私たちに恩を感じてるなら少しくらいはいいでしょ？それはお母さんたちが困ってるからそう言ってるだけじゃないですか？私たちがここまで言ってるのに、ちょっと待って、父さんもあなたに言いたいことがあるって。早く電話を切りたかったけど、まあいいか。言いたいこと言ってやろう。私から言いたいことは一つだけだ。何でしょうか？後期とやり直す気はないんだね。はい。私の決心は揺るがないので。はあ。ただ頼むから、私たちにあまり迷惑がかからないようにしてくれ。今でも十分に迷惑してるんだ。これは君たち夫婦の問題なんだから。少しでも義父のことをまともな人だと思った自分が嫌になった。後期の父親なんだから当たり前といえば当たり前なのだが。それは何でも無責任じゃないですか。後期も原因ですが、あなたたち夫婦が私にしてきたことを忘れてないですか？いや、そんなことはないが。後期とは離婚して慰謝料も請求するつもりですから。それとあなたたちにも請求するつもりで弁護士にも依頼してますから。ちょっと待ちなさい。私たちは関係ないだろ。全然そんなことないですよ。私がこれまでにどれだけの精神的苦痛を受けたと思ってるんですか？とにかく証拠もありますし、残念ですが諦めてください。そうか。だったらこちらにも考えがある。そんなことしてただで済むと思うなよ。どうぞご自由に。その言葉をそのままそっくり返します。それじゃあ。私はそう言って電話を切った。今までは遠慮して言いたいことを言えなかったが言ってやった。慰謝料を請求するだけでいいかと考えていたが、あそこまで言われたら私も引くわけにはいかない。復讐の一つとして
まず考えたのは、岐阜の働く会社に密告することだ。幸い勤め先は、夫から聞いて知っていたから、すぐにでも報告してやる。しかもその会社というのは、私の友人が働く会社だったのだ。友人にすぐ連絡して、今までの私に対する暴言の数々の音声データを、会社の重役に渡してもらうことを約束した。出社したら、さぞ驚くことだろう。もしかしたら、クビになるかもしれない。そう考えたら、笑いがこみ上げてきた。親子で職を失うなんてことになったら、それこそ笑い物になる。あと私がやることは、慰謝料を受け取るだけだ。義理の両親は、未だに夫の行き過ぎた行動に悩まされているようだ。実際夫の実家周辺では、夜な夜な男がさまよっていると噂になり、それが夫だとバレたようだった。おそらく私を探してのことだろう。岐阜の会社への密告については、友人の話によると社内でも噂になり、自主退職したそうだ。結局地元にも居づらくなり、夜逃げ同然で引っ越ししなければならなかったと人づてに聞いた。あれだけのことをしたのだから、当然の報いだろう。時々義理の両親から連絡が来ることもあった。好奇を止めてほしい。私たちの話を全然聞いてくれないのよ。若菜さん、頼める義理じゃないが、好奇を何とかしてくれないか。もちろんそれに答えるわけもなく、速攻で着信拒否。その後どうなったかはわからない。きっと大変なことになっているのだろうが、私にしてきたことへの罰に違いない。もちろん、夫とも正式に離婚が成立した。もう関わらないで済むと思ったら、こんなにも心が軽くなるのだと思った。家のことなどもすべて私がやっていたから、これからは何もできないだろう。もう愛情も同情もないのだ。ざまあ見ろとしか言えない。一方の私は、しばらくは実家の母と暮らしていたが、新たな環境を求めて引っ越しすることに。そこでの生活は新しいことばかりで毎日が充実している。看護師としてまた働くことができた。これから教訓にしたいと思っているのは、患者とは必要以上に仲良くならないことだろう。もうこんな思いはしないように。ナレーターの千尋です。なかなかの旦那さんでしたね。やっぱりね、子供ってどうしても親の育て方が影響してきちゃうから、十分に気をつけたいところですよね。どんだけ奥さんに執着してるんでしょうか。ご視聴ありがとうございました。高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。